イガースハイムはドイツビュルテンベルクシューマインタウバーンに属すマチソン。以下、ルスハイムにはかつて独立した自治体であったベルンスフェルデン、ハルトハウゼン、ノイゼス、ジンムリンゲン及び14の小集落が属す。イガースハイムは1九9 0年に初めて文献上に記録されている。1413年にこの村はドイツ騎士団の所有となりアムトノイハウスに属した。 1809年、世俗化によりイガースハイムーはビュルテンベルク領となった。ビュルテンベルクでは、はじめオーバーアームトメルゲントハイムーに属したが、1934年からオーバーアームトは同盟の軍に改組された。同軍が1973年に廃止されると、この町はタウバー軍、現在のマインタウバー軍の所属となった。その後、1906年に武道が、 梅雨カビによって絶滅し、ドウ栽培は放棄された。1972年1月1日に、ベルンスフェルデン、ハルトハウゼン、ノイゼス、ジンムリンゲンガが合併した。宗教改革は、イガースハイムを素通りした。このため、現在でもこの町では、ローマカトリックが優勢である。とはいえ、5つのカトリック教区の他に、プロテスタント教会組織も一つある。イガースハイムの、 町役場と、教会イガースハイムの議会の定員は20議席である。イガースハイムの町長、フランク・メニクハイムは2008年1月27日の選挙で24年間町長職にあった。文章は、1537年10月19日に、バルター・ォン・クロンベルクによって授けられた。1950年に、当時のビュルテンベルク・バーデン州内務省がこれを、公式に認可した。 図柄上下に分割。上部はさらに左右に分割。上部向かって、左は銀字に、端から、端まで貫く黒い十字。向かって、右は銀字と赤字に上下に塗り分け、境界線に二つの青い兜が配されている。兜は金字で、緑の三分の山と大文字の、I と G。黒十字はドイツ騎士団総長の紋章であり、目印である。この文章を、 イガースハイムに授けたバルターホン・クロンベルクはドイツ、騎士団総長であった。イガースハイムは1809年までこの騎士団の支配下にあった。青いカブトと赤い地色は、クロンベルク家の紋章から取られた。I と G は、アイガースハイムの最初の2文字を取ったものである。緑の身ブの山は、バルターホン・クロンベルクの紋章文書によれば、イガースハイムは3つの山の上にあり、 住民は少なからぬ利益を得ているため紋章に加えたとしている。イガースハイムはタウバータール鉄道によって広域鉄道号に接続している。郵政歯車の製造業者であるビッテンシュタイン AG はイガースハイムに本社を置いている。ヨハン・アダム・メーラー・シューレは職業実家学校を併設する基礎家庭、本家庭学校である。ノイハウス上司 ヨハン・アダム・メーラー帝、カトリックの聖ミヒャエル教区教会が見どころに数えられる。郷土博物館は文化ハウスに入っている。ノイハウス城のイハウス城市、編集この城はおそらく13世紀に建設された。1281年に初めて文献に記録されている。この城はホーエンド・ウェブラウネック家の館であった。1320年に ビルツブルグ市教の霊園となり、周辺のアルトハウゼン、アプフェルバッハ、ベルンスフェルデン、ハルトハウゼン、イガースハイム、マルケルスハイム、ノイゼスといった村が、ドイツ騎士団のアムトを形成していた。ドイツの民戦争時とシュマルカルデン戦争時に、この城は破壊され、その後再建された。1704年から1789年まで、ドイツ騎士団の管理が、 ノイハウスに拠点を置いていた。1789年にこの役所はイガースハイムに移された。1792年からこの城は徐々に荒廃していった。ナポレオンによる騎士団の解体は同時に1809年までイガースハイムが属したノイハウスのドイツ騎士団のアムとの終焉を意味した。その後この城は 国の所有物となり、ビュルテンベルク王国の財務管理局の管理下に収められた。現在この城は遺跡が残され、馬の飼育に利用されている。さらに中世模犠牲グループがトレーニングや中世風市場に利用している。ヨハン・アダム・メイラー帝、編集ヨハン・アダム・メイラーは最も有名なイガースハイム出身者である。彼はドイツで最も偉大な教会主屋の一人である。 カトリックセイ・ミヒャイル教区教会。編集この教会は1878年から1880年に建設され、1881年7月7日に建造された。ありがとうございます。